Shwadam. Winjar alajarsh. Hatakar. Gwarpeti pacharsh. Harsh. Sibalti yigwarsh. Ma. Ul udams. Winja. Waicha waika. Hawaicha salwa. Takar. Palhur. Winja laja daos. はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、続きやっていきます。これまでの流れは、ゲームをロードするから始めると、すべて、最初の人が教えてくれちゃった。と、まあそんな感じで、敵のその野蛮な部族の、ボスがウルという名前で、まあそいつを筆頭としてる部族と、うちのウィンジャーの部族との闘争が始まると、まあ、それに備えるために、3人のウィンジャーのその知恵や知識を持ってる人がいるらしくて、戦士カルーシュ、職人ウォガー、狩人ジェイマ。とりあえず上の方人から村に呼ぶかな。で、呼ぶついでにそんなにファストトラベルできる地点が多くないから、ここを制圧してから、ここの鏡つけてからこっちに行こう。現在地はここ。まずはここを目的地として。今スキルポイント1ポイントあるんですが、2ポイントためてちょっとこの解体術と解体術2をアンロックしていきたいので、貯金しよう。夜に行動するのは、危険だと言われたけど、ちょっと 夜の世界も冒険してみたいから、このまんま行ってみようかな。ヒグマの皮集めて、矢を、30本持てるようにしました。ああ、で、そうだ。この、手なずけた獣を一緒に行動して損をするということは、まずなさそうで、特にこの、狼とホワイトウルフ、今、獣でいるけど、これ2匹とも、マップメニューに表示されるエリア、350フィートも拡大されるから、ぜひとも呼んでいこう。OK。それじゃあ、ちょっと待てよ。棍棒に火をつけた。火打ち石ももう持ちきれないぐらい持ってるから、バンバン使っていこうか。目的地まで1キロもあるな。ビジョンも使って。夜はね、危険な動物がたくさん出るらしいけど。待って、ホワイトウルフなんかに追われてる。こう滑り降りる。あ、じゃあこのまま、まずはかがり火のところを目指そう。ヒグマいる。あ、危ない。ヒグマいた。ヒグマ結構、おーっと、大丈夫かこれ。待って、敵いる、敵いる、敵いる。で、食事して、狼上にいる。2人だけ？2人とも停止する？槍本当に強いんだよなこれ。発射。発射。OK。一発命中でね、倒しちゃうから。できればもうちょっと持てる本数を増やしたいけど。遠吠えしてる狼がいる。さあ夜が明けてきたな。夜が明けてきて、なんかここ下にあるな。敵いない、ね、寄り道もバンバンしていこう。おっと、ちょっと待って、ちょっと待てよ。敵、どれが敵なのかどれが動物なのかわからないな。で、仲間が前方にいる。よいしょ、ぶっ飛んでく。槍回収して、仲間も結構ね、この各地至る所に出現するようになったんで、時々加勢してくれるマンモスがいる。
マンモス乗れんのかな、ゾウさんみたいに。あー乗れなさそう。あ、まだ敵いる。敵いすぎじゃない、ちょっと痛い。よいしょ。でこれ3人組の敵とか現れると1人戦意喪失したりして真っ白になって逃げるんだよな。回収して、そういう敵さん行ってこい、ウルフ。弱肉強食、ウルフが倒しちゃうこともできる。いい加減急ごう目的地。うん、ちょっと待って、またなんか集落ある。チャサヒルズ結構いろんなものあるな。そしてなんかイベントが起きてそう。そこ仲間襲われてる、小競り合い。はじめまして、よいしょ、ボンボーだよ。オッケー。あ、待って、あっちにもいる。弓使ってるな。はっ、まだいる。うん、見えない。 OK。 草木が生い茂ってて敵が見えない。こういうイベントでね、どんどんウィンジャーの人たち助けてあげれば人口増えていくから、村をどんどん発展させていこう。目的地に全然たどり着けない。チーターがいた今。待てよ、チーター仲間にできなかったっけ今。餌さ、ダメか、あれチーターできなかったっけ。敵いる。待て待て、回復。ウルフ行ってけ。チーター無理か。チーターじゃん、ヒョウか。ヒョウ無理だったっけな。ヒョウどっか行っちゃった。あ、ヒョウいるじゃん。待って、ヒョウ足速い。これ手なずけちょっと難しいかも。よいしょ。おこれヒョウ仲間にできたらいいんじゃないの。これヒョウ君に決めた。うわ、あヒョウじゃない、ジャガーそうそう、ジャガジャガ撫でる。猫か生物ゲット。ジャガーは、あ、ステルス能力すごい高い。ちょっと一緒に行こうか。で、ポイントゲット。さあ、じゃあこれやって次これにしよう。ポイント貯まったら、さあやっと付近まで近づいてきたけど、一旦フクロウを策的に行ってもらおう。敵いるか。あ、いるね。原始的策的、原始の世界でもこんな策的方法ないよな、きっと。もう一人、まだいる？これもかがり火灯せばいいんだもんな。あそこにもう一人。三人かな？三人であることを願おう。よし。で、ステルス能力最大のジャガーが
いるから、奥にあいついるから、ジャガーいけんじゃないのあれ。え、待てよ、ロアリング滝のかがり火、ジャガー、どうだ、お、これは成功だ。よし、完全ステルス。あとは火を灯せばよし。ジャガー今指示して倒させたけど、全然他の敵気づかなかったな。これ火降りていいのか。ウィンジャー人口増加。さあ火が灯された、3人増えた、22人。さてマップ、ここら一帯が見えるようになった。本当にファストトラベルできる地点そんなに多くないんだね。もしくは未知のロケーションを自分で解放していけば、ここもファストトラベルになるのかな。ここ OK で、ここら周辺の動物も見える。じゃあカルーシュって人に会いに行ってみるか。あっちだね。でグラップルはスキルを得て得ないと作れないそうなので、多分この3人のうちのいずれか1人が教えてくれるかな。さあ近いよ、ジャガー走るの早いよ。アイコンで人物がよく見えない。いた、兄弟の危機、戦士カルーシュを裏に連れて行け。強力なテイクダウンを教えてくれるほか、より良い槍やコンボを提供してくれる。ぜひとも。ウダムが近くでウィンチャーと戦っている。オッケー、こっちには何だってジャガーがいるんだぞ。カルシュ、ママフフッといけ。よいしょよいしょ、槍は回収して、もうアイテムほとんど持ちきれないから、アイテムはほっとっていいね。そうよりバルティア嫌だった。え、ダウィンジャー、もうカール、あ、この人がカールシュか。ブラスターハズマス、さっきのか弱い男じゃなかった。オーダム、ゴアルワナム。うお、ああ焼いてる。マグメファクイヒナチャ、ノミスシノ。マグミスシノフグワン。マグゴアンマス。カルーシュ、ウダムの死体をキャンプファイヤーで燃やせ。結構やこの人も、てか会う人会う人、なんかみんなヤバそうな人ばっか。マンモスのカワゲット、 OK、 死体を、なんか見つかった、敵来てる、やり
体を燃やせと、これか。よし、これから毎日死体を焼こうぜ。おろす。で、敵が来てる。テイクダウン。首ぶつり。これ燃やせばいいか。よいしょ。できてる。発射。あ、外した。待って、燃えてる燃えてる燃えてる。敵結構来るな。あ、上にいる。頭。よし。頭。あ、頭難しい。けど死んでる。まだ来てる。待て、よし、で焼いちゃおう。あ、死体はもういいんだ。戦士を倒せ。オッケー。でよ、クラフトして。この後火があるから、火つけて。おい。おい。え、回収。回収して。え、カルシュがダメージを受けている。おい。まだ来る。近接で行ってみよう。ほら。あ、じゃあ一旦回復。じゃあ戦ってる。投げる。あと一人。よいしょ。まだいるな。いや、ちょっと待って、あんまり火でやりすぎたら自分までダメージ受けちゃうな。やり、まだ来る。ジャガーが奮闘してる。ビーストキル。あちゃちゃちゃ、まだいる。発射。待て、ほら、いてて、回復して飯食って、待て、ジャガー回復。タカ、アルティミーバルタ、ウィンジャラ、ナルタラジャーシュ。ウィンジャーヤオダダチャヤウンバウダブラシタ。オッケー、戦士カルーシュが村に加わった。じゃが大丈夫か。今日での危機完了。そこら中に敵いるな、この辺。じゃあ一回村に戻ってみよう。スキルまだ1ポイントしかないもんな。もしかするとだけど、キラットの紀元前1万年の時だったりするのかな。さあ帰ってきた。あっちか、戦士。知らずの間にどんどん集落も発展してってるけど。はい。パルフスウィンジャチャマシマルシタナシバルカルシタカーコアワー。強くない。ここに住もう。ウィンジャーにウダムの殺し方を教えてやる。じゃあ小屋をまず作ってあげよう。
かか、ラスター。 OK、 承諾で。これ結構経験値もらえちゃうから美味しい。忍者はオロス全土に散らばっている。村の人口を増やすために彼らを探して救い出せ。これは前も見たか。 OK。 で、スキルポイントゲットはクラフトもできる。これだ、彼が提供してくれるのは防寒服。あんまりここ寒そうに見えないけど、作れるなら作るか。ホワイトウルフの皮。もうノースシダーっていうのは北にある木材だったはずだから、もっと目いっぱい北に行って取ってこないといけないのか。で、スキル、最終スキルをこれで動物の皮とか手に入りやすくなる。で、ありとあらゆるものが足りない。ここ登れる。これいずれはもっともっと人を増やせば、こっちの川の付近までどんどん建物できてくるのかな。さて、ウォーガーとあとジェイマか。ここを制圧して今回終わろう。もう一回ここにファストトラベル、ファストトラベルして目的地ここ、スワラス拠点。スワラス拠点だが、ちょっと待って、すぐ近くで小競り合いが起きてるかも。小競り合いなのかあれ、なんだろう。これ大丈夫か、これ大丈夫か。おお、大丈夫だね。獣撃退、獣か。ジャガーだ、ジャガー。あ、待って、違う人まで来てる。で、ジャガーじゃない、あれ敵だ。いいよ、仲間のジャガーいいよ。一人死んじゃったな。大丈夫？これ小競り合い解決したことになる、小競り合い、獣撃退解決したことになるのかな。ああまあきっといいんだね。よし槍をちょっと余計に使っちゃった。さあ拠点だ。まずはフクロウ。これね、正直ファークライ4の索敵よりもすげえやりやすいな。上空からまるっきり見ちゃうから、まるまる全部見ちゃうから。ほうほうほう、まだいる？いて、待って、ちょっと待って、そらないだろ。イノシシ、イボイノシシって、ヒョウの体力が。ヒョウどこ行った？ビーストキル。ヒョウじゃねえや、ジャガーだよ、ジャガー。もしかしてマンモスに喧嘩打った？ちょっと待って、それは無理だ。ちょっとホワイトウルフに交代。さあここがスワラス拠点。動画外でちょっといろいろ検証してみたところ、餌投げて、でそこに肉食動物を肉食動物呼び出して敵を倒すという戦法はプライマルでは通じないそうです。死んでるもんな今。あ、いや死んでない、帰ってきた。ちょっともう一回見とこう、念のために。
あ、きっとこれ全部だね、これ。あ、待って、もう一人いる。結構いるっぽいのか、これ。どう攻めよう。ここ登れる？待ってよ、なんか捕虜みたいのいるな。まずね、誰の目にもついていないような敵を倒しちゃうべきだな。待てよ、それあっちが敵じゃない。こいつテイクダウンしよう。結構吸いつく。死体をどっかバレないところに持ってこう。ここでよし。でもなんか割れそうな壁あったけど、とりあえずそれは今度にして、さあさあ、え？待って、なんかいけないシルエットが見えてる。待って、いけないシルエットが見えてる。この人逃がしてやりたいけど、ちょっと待って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 、これしら、あー何も見てない。場所を変えましょう。さあどうだろう、あっちはまだまだ発展してる。こいつやって大丈夫かな、微妙なところだな。やってみるか。待てよ、よし、ちょっとあそこの2人残しとこう。あ、だだだだ、1人石でおびき寄せられるか。よし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 、こっちとか通さ。いいぞ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 、もうちょっと近づけ。あ、登るの。オッケー、もう一人は気づいてないけど、こっち側を見てるな。ん？寝てるのか？あ、まだやってる、そっち、そっち。寝てるね。じゃちょっと永遠に寝ようか。はい。OK。じゃあ気づく気配なし。はい。え、待って、あれ、あい、お、男？起きてない？すっげえいびきかいてる。テイクダウン。
系で、こっちどうしようこれ。どうしたらいいのこれ。槍でグザグザやっちゃう。別のってるところだらしいけど。あ、ちょ、おっ、ん、あ、クリア。サガラス拠点、オッケー。待って、なんか今左下に走ってる人影が。村人6人増えた、30人になったと。これからの拠点こういうところばっかりだったら嫌だな。あー、でこの人助かってた。よし、それじゃあ今回はここまでにしようかな。じゃあ次回はこのヒゲおじさん、職人ウォーガーを連れてって、でまあこっちを今度は制圧したり、またこの人も村に連れてったりしたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。